核兵器禁止条約の発効が確実となったことを受けて、広島市の原爆ドーム前では被爆者たちが歓迎の集会を開きました。本当にこの日が来ることが待ち遠しかったです。原爆ドーム前では湯崎知事や広島市の松井市長のほか、被爆者団体の代表らが集まり、核兵器禁止条約の発効確定を歓迎しました。参加した被爆者はここが始まりだとして、核兵器廃絶に向けた決意を新たにしていました。これまでの苦しみの中から生まれたこの核兵器禁止条約を本当に喜び合いたいと思います。核の開発、保有、使用、威嚇を禁止する条約です。その日が待ち遠しいです。核保有国にとってこれまでのように核抑止を正当化する根拠はなくなったと思います。核兵器禁止条約は90日後の来年1月22日に発効します。